こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、こちら Windows のスクリーンプレッソという画像のキャプチャーと編集ができる無料のアプリを紹介したいと思います。ドキュメントとかマニュアルとかビジネスをされている方であれば作ることが多いんじゃないかなと思いますが、ただ画面キャプチャー撮っても結局そこに文字を入れたり矢印を入れたりしたいなって思う時が多いと思うんですよね。まあ、かといってフォトショップを使ってがっつり編集するっていうのはちょっとめんどくさいなという時に、めっちゃ使えるソフトですので、ぜひ最後に見ていってください。はい。で、まあ基本的にはまあウェブサイトとか立ち上げてる時ですかね。その時にスクリーンとここで入れていただくと、このスクリーンプレストというのが出てくるので、クリックしていただいて、これプリントスクリーンとかクリックした時に起動してくれると思います。細かくは、設定で変えることができます。で、このキャプチャーを押すと指定領域のスクリーンショットというので、例えばこの領域を取って選択するとですね、このように、範囲内の画面が、保存されていまして、例えば矢印を入れたり、括弧枠とかですね、これマニュアルの時めっちゃ使いますよね。で、ここのクリックした時のこの赤い、四角い方に関する置くと、この幅の調整とかができます。で、文字とかですね、簡単な、タイプっていうのはここで選べるみたいですね。こんな感じですね。あとはこの吹き出しであったり、ナンバーとかですね。あとこれよく使うのはこのぼかしとかも、使うことができます。このようにカーソルを囲うとこの間がぼかされて、ここのぼかしレベルを上げることでガッツリぼかすこともできます。あとは画像を上から追加したりとかですね。はい。でこれでできたら、例えば別名で保存したり、確定を押すと上書きされるんですかね。別名で保存すると、まあいろんなフォーム、保存形式で、保存することができます。はい、シンプルですが、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。これだけ使えて無料なので、ぜひ導入する価値があるんじゃないかなと思います。今回の動画は以上となります。よければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。